モロッコ・ポルトガル戦争は、モロッコとポルトガルの間の一連を指す故障。最初は、イベリア半島でのレコンキスタの一部として始まり、その後、アフリカでも展開された。ポルトガル王国とモロッコを拠点とする、イスラム昭和佐との戦いは1139年の、オーリッケ家の戦いに始まる。この戦いを指揮したアホンソ・エンリケスは、勝利を背景に、初代ポルトガル王アホンソ一世となる。 以後もレコンキスタの過程で、ポルトガル王国は、半島の大ァ諸国を支援するモロッコからのイスラム勢と戦い続けた。ポルトガルにおけるレコンキスタの完成後、モロッコで行われた、最初の戦いは1415年8月21日のセウタへの奇襲攻撃であり、エンリケ公会王子らポルトガルの王子たちが指揮する、ポルトガル軍4万5 0が200隻の船で運ばれ、 この公安都市を占領した。これは、ポルトガル海上帝国の始まりであり、また、マリーン朝の没落の始まりでもあった。ポルトガル王国を生み出したイスラム勢力との戦いは、また、王国の危機をも生み出した。1578年8月4日のアルカセル・キビールの戦いでは、ポルトガル王セバスティアン一世が戦死し、その結果、五百八十年のポルトガル継承危機を、 ヘテポルトガルは同訓連合の形でスペイン帝国の一部となり独立の回復まで60年を要することになる。両者の争いは1769年にポルトガルがマザガンから撤退したことで完全に終わった。ありがとうございます。